藤田東子は日本の武士、学者、藤田裕国の息子、東子神社の祭人、戸田忠太夫と三戸藩の双壁を成し、徳川成明の副神として、三戸の領殿と称された。また、三戸の領殿に武田幸運祭を加え、三戸の三方も称される。相沢聖司祭と並ぶ三戸学の家として、著名であるが、藤田は、 元りのいりながの国学を大幅に取り入れて、尊能の絶対化を図ったほか、各人が積極的に天下国家の大臣に主体的に関与することを求め、吉田松陰らに代表される尊能上位派の思想的な基盤を築いた。名は表、字を、竹司教と言い,い、虎之助、竹次郎、茂行進の通称を持つ。豪の、東郷は、成果が、 ちなみ湖を東に望むことにちなむという、東湖の他には、梅庵という号も用いた。先祖は、日立国中郡飯田村中島の百姓。遠祖は、小野高村に遡るとされているが、詳細は不明。祖祖父、与左衛門の代に水戸城下に移り、昇家に奉公して、のれんわけを許され天を開いた。祖父、陽右衛門は、水戸城下の奈良屋町で、野号 藤田屋という古着屋を営んでいたが、学問を好んだ。その次男が東子の父、幽国で、幼少時より、学祭高く振動と歌われ、立原水賢の私塾に入門した。さらに商工官の官員となって、頭角を表し、水戸藩支分に列した。幽国には二男四女があった。長男の熊太郎は、東子の誕生前に創生していたため、東子は、 唯一の男子として育てられた。文化3年、水戸城下の藤田や屋,屋敷に生まれる。父は、水戸学者、藤田裕国。母は、町寄木端氏の娘、梅。次男であるが、兄の熊太郎は創生したため、志士として育つ。文政10年に家督を相続し、新物版に百国となった後は、水戸学藤田派の後継として、才を発揮し、 商工官編集や商工官総裁大役などを、歴任する。また、当時藤田派と対立していた立原派との和解に、尽力するなど、水戸学の体制者としての地位を確立する。文政12年の水戸藩主刑事問題にあたっては、成明派に組みし、同年の成明集法後は、軍部業、天保元年に、江戸通事御用役、御用町役と順調に昇進した。 天保十一年には、側用人として、反省改革に当たるなど、藩主、成明の絶大な信用を得るに至った。しかし、降下元年五月に、成明が、隠居禁止処分を受けるとともに失脚し、小石川判定に幽閉され、同年九月には六を剥奪される。翌降下二年二月に、幽閉のまま、小梅判定に移る。この幽閉、出居中に、 行動官記述儀、日立隊、回転獅子など多くの著作が書かれた。理念や覚悟を述べるとともに、全体を通して現状に対する批判を漂わせ、幕末の獅子たちに深い影響を与えることとなった。後下4年には、水戸城片熊町の実居屋,屋敷に移され、嘉永5年に、ようやく処分を説かれた。反省復帰の機会は早く、翌嘉永6年に、 アメリカ合衆国のマシューペリーが裏側に来航し、成明が解剖参与として惑星に参画すると、東湖も江戸判定に召し出され、江戸幕府海岸防御御用係として、再び成明を補佐することになる。安政元年には、川陽人に復帰している。安政2年10月2日に発生した安政の大地震に愛死去。去年50。当日、東湖は、 過労の岡田兵部宅へ、反省に関する相談をするために訪問し、駐座して自宅に戻った際、地震に遭遇した。地震発生時に東湖は一度は脱出するも、火鉢の火を心配した母親が再び邸内に戻るとその後を追い、落下してきた針から母親を守るために、自らの肩で受け止め、救出に来た兵部らの助けもあって何とか、母親を脱出させるが、地震は、 母親の無事を確認した後に力尽き、下敷きとなって圧死した。判定後である東京都文京区公楽には、藤田東子森派八名のところと記された案内板がある。判定後に混流されていた記念碑は道路拡張の際に小石川公楽園へと移されている。妹に豊田冬の母、紀子、武田幸運祭の長男美子絵物の,の妻、幾子らがいる。 ありがとうございます。